皆様こんにちは。今日は私の大好きなコーラルピンク、コーラルオレンジ、コーラル系のリップ紹介をしたいと思います。で、今日つけてるのがこの間アウトレット購入品でも紹介したマックリップスティックガッタダッシュです。もうこれは大好きすぎてずっと使ってます。これを買ってからずっと使ってるんですけど、やっぱりコーラルピンクが、コーラル系の色が一番私の肌には合っていて、でくすんで見えないんですよ。結構これを塗ると明るく、顔色が明るく見えるので私はすごく好きで、これぐらいコーラルピンクのお気に入りたちがあるんですけど、でこれを紹介していきたいと思います。1本ずつでも長くなってしまうので、ささっとお色味を見せて、唇を見せてっていう感じで紹介していきたいと思います。では一応私の中で順位があるので、その下の方の順位からいきたいと思います。はい、では紹介していきたいと思います。まず持ってるのが6本、お気に入りが6本あって、6位から紹介していきたいと思います。まずはこちら、リンメルのマシュマロルックリップスティックリップカラーの018番。このカメラピントに弱くて全然ピント合わなくてすみません。はい、でリンメルロンドンのこの色なんですけど、こういった感じのザ・コーラルピンクっていうお色なんですけど、ではこのリップを落として塗っていきたいと思います。はい、こんな感じの、この先ほどつけてたやつよりももっとピンク強め、コーラルピンクっていう感じのものなんですけど、こういう感じで1本ずつちょっと私ワンちゃん飼ってるんですけど、ワンちゃんの寝言が入ってますはい、では手に塗っていきたいと思います。ではこちらから順番に6位から1位っていう感じになっていきますね。こういう感じの本当にピンク、コーラルピンクっていうお色ですね。こういう感じお色です。はい、でこんな感じで、このマシュマロルックはすごい塗り心地がいいです。でこれは一応マックの、あマックじゃない、マットなタイプ、マットなタイプ、一応このリンメルのリップスティックは質感が違う2種類のタイプがありまして、クリーミータイプとちょっとマットなタイプのものがあるんですけど、これは少しマットなタイプになります。でも塗ってみると、まあ今ライトも当たってるっていうのもあるんですけど、ツヤはあります。そんな乾燥する感じじゃなくて、程よくツヤが出て使いやすいです。でこれが6位、まあピンク強めっていうこともあって上位になります。はい、次はこちら、もうあと全部マックです。先に言ってきますこれがマックのリップスティックの日本っていうお色です。日本私大好きです。まあこの中全部大好きなんですけど、で泣く泣く5位なんですけど、でもこれはこういう感じ、もう短くなるまで使ってるんですけど、このコーラルピンクっていうかコーラルくくりの中では一番ちょっと、なんていうんですかね、コーラルよりはピンクよりナチュラルなピンク寄りになっています。ではこれも唇に塗っていきたいと思います。はい、こんな感じです。透明の方がこんな感じなんですけど、近くで見るとこんな色です。手に塗ってみます。はい、こんな感じのお色なんですけど、見てわかるかなと思うんですけど、コーラルよりもナチュラルなピンク、ちょコーラルは弱めですね
ピンク寄りのお色なんですけど、なのでどんな肌色の人にも合うピンクだと思っていて、私はコスメスワップを今まで2回やってるんですけれども、そちらの方2人の方々にはもう日本を送ってます。絶対に似合うと思うし、使いやすくて毎日使いしやすいお色なので、こちらを送ってるんですけれども、もうその送った方々もすごい気に入ってくださって、はい、なのでちょっとコーラルピンクは派手っていう多分イメージがあると思います。私も派手だから好きっていうのもあるんですけど、唇がちょっと明るくなるので、それがちょっと難しいというか使いにくいかなと思う方は日本おすすめします。かなり塗りやすくて1本でこんな感じのツヤも出ます。はい、おすすめです。これが5位でした。次4位、4位はこちら、マックリップスティックのフラミンゴっていうお色です。これもめちゃめちゃ可愛いお色で、フラミンゴは少し派手なお色ですね。ちょっとオレンジなんですけど、コーラルオレンジでちょっとネオンっぽくも見えるかなと思うので、少しこれよりも派手ですね。ちょっとじゃあ塗っていきたいと思います。はい、こんな感じのお色です。ちょっと見える、こういう感じのお色なんですけど、ちょっと派手めな、唇がすごく明るく見えるお色なんですけど、手に塗ってみます。こういう感じ、多分今までのより少し明るめのネオンっぽい発色になってると思います。で、今ライトでちょっと反射もしてるんですけど、実際見ると結構ネオンっぽいっていうか派手な唇に塗っても結構パッと明るくなるような色です。で、これも先ほどの3つと共通してツヤが出ます。なので大好きです。クロスを重ねなくても好きです。では次は3位紹介していきたいと思います。はい、3位はまたマックっていうか、もうマックしかないんですけど、リップスティックのコーラルブリスってお色です。これはもう大好きなんですよ。これ実は2本目です。2本目で、1本目はまだ秋置きで交換しようかなと思って秋置きも撮ってるんですけど、この限定のやつを覚えてる方多分いると思うんですけども、キープセイクのコーラルリップバッグっていうポーチ付きのセット、これとあとリップ、あとあと紹介するんですけど、リップペンシルと、あとこれもあとあと紹介しようと思ってるんですけど、リップグロス、この3本がセットとポーチがセットになってるもので、もうこんな感じでちょっとえぐって使ってたのでちょっともうないんですけど、私のコーラルリップ好きの始まりはこれなんですよ。全然コーラルリップって好きではないっていうか、なんていうんですかね、濃いピンク、ビビッドピンクがその時はすごく好きで、で行ったんですけど、限定品のポーチっていうか限定品が欲しくて、このリップ、まあ使いやすくていいかなと思って買って塗ったらハマったって感じなのででこれが大好きでした。では唇に塗っていきたいと思います。はい、こんな感じです。こんな感じです。これは今までの3つよりはオレンジっぽい感じの色になってます。でも多分コーラルピンクとかコーラル系がそんなに使わない方はどれも一緒じゃんって絶対思ってると思うんですけど、私にとっては全部微妙に違くて、その時の気分によって変えるんですけど、手に塗ってみます。手に塗ると分かるかなって思うんですけど、分かんないですね、一緒ですよね皆さんから見たら絶対一緒なんですけど、そうですね、こういう感じで、ここの2つとここの2つが似てる感じです。ピンクとオレンジって感じで、ちょっとオレンジっぽい。
で日本に近いので、あのこれも私は普段使いで悩んだらこのリップを使うようにしてます。はい、こんな感じですごい好きです。もうこのツヤと使いやすい色と塗ると顔色が明るくなる何回も同じこと言うんですけど本当に好きです。でコーラルブリスって名前の通り本当にコーラルって感じで、私これずっと殿堂入りしてたんですよ。ずっと1位だったんですけど3位に落ちてしまいました。その理由っていうかその2位を紹介していきたいと思います。2位1位をでは次は2位、はい、2位はこちら、リップスティックブロッサムカルチャー。このシリーズ廃盤なんですけど、私このシリーズ大好きで、1位も先ほど紹介したのもこのシリーズなんですけど、これはこういう感じのお色なんですけど、まず塗ってみます。こういう感じのツヤ感をちょっと覚えててほしいんですけど、はい、こんな感じのお色です。これもちょっとオレンジっぽい色で、もう何がいいってこのツヤがすごい好きなんです。このシリーズすごくツヤが出るもので、で塗った感じもなんかこってりこってり塗れるんですよ。すごく好きで、私ブロッサムカルチャーもずっと使ってて、まあ、あとこれぐらいしかないんですけど、廃盤って知って全然使わなくなったんですよもったいなくて、なので全然使ってなかったんですけど、アウトレットに行ってこのシリーズが売ってたのでちょっとまた使おうかなと思っているんですけど、こういう感じの色で指手に塗ってみますやばいですよね、もう全部一緒。あ、でもちょっとこれだけ色が違うの分かりますかね。ちょっとピンク味の強い、赤みのある、ちょびっと赤みのあるコーラルピンクなんですけど、はい、こんな感じ。これもちょっと色違くて、こんな感じのお色になってます。これつけてると結構いろんな方にどこのリップ使ってるのとか、何のリップ使ってるのっていうのを聞かれることが多いので、結構これいいです。廃盤なのでアウトレットに行く機会がある方は行ってみてください。最後堂々の1位はこれです、リップスティックガッタダッシュ。もうオープニングの方でもたんですけど、これは最近一番最近買って一番気に入りになりました。これだけ色が違うのでちょっと塗ってみたいと思います。はい、そうですね、これだけ違うの分かると思います。ちょっと私の肌のトーンにも近いような色、ちょっとブラウンっていうか私の肌がちょっと濃いんですけどに近いような色、ここに塗ると多分わかると思うんですけど、はい、これだけオレンジ強めですよね。あとは全部ピンクなんですけど、このお色です。もう大好きすぎて毎日のように悩んだら使ってます。はい、でまあちょっと大事な用事、大事な用事、デート、彼とのデートとか、そうですね、そういう時に使うってるんですけど、まあ結構彼はピンクリップが好きなんですよ。ピンクリップが好きなので私は前までそれでピンクリップが好きだったんですけど、今はちょっとこっちにシフトチェンジしたのでブツブツ言ってますが、私はこれをデートの時も懲りずにつけてます、コーラル系を。はい、もう夏場に本当にぴったりだと思うので、オレンジすぎるのが苦手な方とかピンクすぎるのが苦手な方は、その中間のコーラルピンクっていうのがすごい合うと思います。そのコーラルリップの中でもオレンジよりピンクよりとか様々なので、結構自分に合うリップは見つけ
けられるかなと思います。私が今回紹介したこちらなんですけど、もうマック多めっていうのはマックの色の色展開の豊富さって半端ないじゃないですか。だから絶対好きな色が見つかるっていうのが大きくてマックを選んでます。でプチプラの中でもおすすめがリンメル。塗り心地も色も最高です。でお値段も安いので、はい。でそれでもちょっとプラスしてお金を出してマックを買ったらマックに行けば色の種類が豊富なのでお気に入りが見つかると思います。はい、なので私はマックをすごくおすすめします。こういう感じで、はいはい、私はこれからもマック信者としてマックに通い詰めようと思います。で6月に出る、関係ない話なんですけれども、6月に出る新作のパッケージが可愛すぎてたくさん予約してきたので、そちらも購入したら紹介していきたいと思います。はい、でさっきちょびっと出たんですけど、そのリップバッグに入ってたこのリップペンシル、これもここを見ると分かると思うんですけど、コーラル系の色なんですよ。でリップの輪郭を取って塗るんですけど、これをやるのとやらないのとじゃあリップメイクの持ちが全然違うんですよ。これを塗ってからリップスティックを塗って、リップスティック自体が落ちちゃったとしてもこのペンシルはずっと残ってるので、リップ落ちがすごい早い方とか塗り直すのがめんどくさい方とかはもう一回リップスティックじゃないリップペンシルを買って塗ってみると全然違うと思います。リップペンシルの方がリップスティックよりも安いので、一回試しにこっちを買ってみるのもいいと思います。これをガーって全部塗って、その後グロスを塗ると本当にリップスティックのような綺麗な仕上がりとか、グロスを塗らなくてもずっとこのリップペンシルでバーって塗っちゃえばマットなリップメイクもできるので、結構1本あるとすごいです。私のお友達がマックで働いてるって結構言ってると思うんですけど、もうこれを塗ると肌も綺麗に見えるって言ってます。ここがなんかくっきり輪郭が取れるので、ちょっと塗ってみます。はい、今輪郭だけ取ってみました。結構くっきりしたのが分かると思うんですけれども、ここ真ん中は何も塗ってないです。今輪郭だけ取ったんですけど、結構はっきりしますよね唇。私唇がすごく薄くて笑ったりするとかなり薄くなるんですよ。だけどリップペンシルでここの輪郭をちょっとぷくっと大きめにふっくらしたような感じで塗ることができるので、リップペンシルおすすめします。本当に落ちにくくなるので一回塗ってみるといいと思います。チフレとかそういう安いドラッグストアコスメのブランドでもペンシル買えるので、一回そういうところで買ってみて自分で試してみて、気に入ったら色展開が豊富なマックとかちょっとデパコスのところに行ってみるといいと思います。でそのリップバッグに入ってたこのリップガラスのラズルダズラーも大好きで、今塗ってみます。はい、塗ってみました。これはザ・ベージュって感じのリップグロスなんですけど、ちょっと透明に、私これだけ塗るとちょっと今は輪郭を取ってるのでいいんですけど、唇の方が白い感じになるんですよ肌より。でもすごく好きですこの質感と、今一回パッて塗っただけなんですけど、この発色でツヤツヤになるっていうので大好きなので、1位2位のこのリップたちじゃない時のリップの上から重ねることもあります。ツヤ出しのために、はい、塗ることもあります。ベージュ系のリップもすごい大好きなので、こんな感じで、はい、私の完全に自己満な紹介動画だったんですけど、大好きなコーラルピンク、コーラルオレンジとベージュ
系のリップの紹介でした。終わり方も急なんですけど、はい、こんな感じで自己満なリップ紹介を終わりたいと思います。はい、では最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。